はい、前回の続きでございますの時間がやってきましたと。この町が、スラバヤとスラマニマ、旅客列車をつけなさいということで、ここがスラバヤでございます。まあ、ジャワそうですよね。すまらん。どっちが北かな。もしもこっちが北だとすると、マレーシア半島とかスマトラ島が向こうにあって、こっちの方に、みんなが好きななんとか島があるんですよ。なんだっけ、バリ島か、バリ島。もしもこっちが北だと、こっちが北だとすると、バリ島が向こうにあって、マレーシア半島が向こうにありますね。ちょっとね、この島の位置がどっちにあったかって覚えてないからね、ちょっとわかんないんだよね。まあ、本物の地図があればわかると思いますけど。まずは、旅客用の駅を作りたい。建物。ターミナル駅でいいのかね？ターミナル駅がいいね。ここは。町外れに、ちょっとこんな感じで。こっちだと。なるほどね。なるべく多くの人に乗ってもらいたいから。ここに作れば結構乗ってくれるね。でも街を壊したくないからね。本当はね、ここに設置して全体の人が使ってくれるといいなと思ったんだけど。ここが一番いいかな。まあこっちの方がいいかな。ここか。なんかこっちの方がみんな使ってくれそうだね。鮮度ちゃん、やっぱね、どうせだったら僕はね、海岸線を走らせたいんですね。
これはダメでしょ。めんどくさいな。めんどくさいな。ブルドーザーで、ここら辺を一回壊すか。そんなに広範囲壊したくないんだよな。なんだよ。違うんだよな、俺がやりたいこと。めんどくさいね、これ。海岸線に引きたくという。わがままに行き。わがままかもしれないけどね。ここに来た時点でダメなんだね。難しいね。めんどくさいけど海岸線がいいんだよ俺は。分かってくれよ。こんな内陸に行きたくないんだよな。もうなんかめんどくさいね。もう結構向こうだね。しょうがない。ここからこっち行くか。わざわざ海岸線を通る道。ああ、このところに。何これどうなってんの？トンネルか。トンネル掘っちゃったよ。まあいいや。車庫。
ダメか。ああ、めんどくさ。ああ、めんどくさいよ。めんどくさいね。めんどくさいですね。駅の近くがいいんだけどな。こっち側に建てるか。ああ、めんどくさい。あ、もう次回にしましょう。